加藤玲子さん。といえば、端正な顔立ちに、日本人離れした抜群のスタイルで、1990年代を席巻しまくった、伝説のスーパーグラドル。当時は、外に出て、彼女のポスターを、目にしない日はなかったほどでした。しかし、そんな人気絶頂の最中に、芸能界から潔く引退した彼女。最近はどうしているのか、気になったので調べてみました。加藤玲子さん。旧姓、加藤房江さん。現在は51歳だと言います。埼玉県のご出身で、3人兄弟で2人の兄がいるそう。地元の中学校では、バスケットボール部だったとか、抜群のスタイルはそこで培われたんですね。最終学歴は江戸川女子短期大学卒業で、短大2年の時には、東宝芸能から、星野優子の芸名でデビューしてましたが、ブレイクのきっかけとなったのは、芸能プロイエローキャブの野田義治社長との出会いだったのは有名。ある雑誌で同じ事務所にいた、羽田美智子さんと一緒に、グラビアが掲載されていたのを目にして、野田社長が2人ともスカウトしたそうです。羽田美智子さんがグラビアとは、今の女優の姿からは想像がつきませんが、しかし、羽田美智子さんは半年後に、他事務所に移籍してしまいますが、加藤玲子さんは残ったのです。なぜかというと、1988年9月に事務所の看板だった、織江忍さんが23歳の若さで他界されて、自分の娘のように可愛がっていた、野田社長の連日のマスコミ対応や、その痛々しい憔悴ぶりを見て、支えてあげたい、そう思ったからだと言います。その後、1年近く星野玲子として活動。この玲子というのは、野田社長が、大原玲子さんにちなんでつけたのだとか。そして、1989年9月、4820人の応募者から、第16代クラリオンガールに選出されブレイク。その際、加藤玲子に改名して、後輩の細川文江さんと共に、イエローキャブの稼ぎ頭となりました。歌手としても初のアルバム、バージンハートをリリースし、ビデオ映画女教師仕置き人復讐の女神で、女優デビューもしていて、抜群のスタイルでのキレのあるアクションに、世の男たちの下半身は、とんでもない一撃をお見舞いされたのでした。1991年、アサヒビールのイメージガールに抜擢。このポスターを見ながらのビールは最高でした。歌手としても日本青年館大ホールで、初のコンサートを行っていますが、オリコンチャート入りはするものの、本人の思いとは裏腹に、出した16枚のシングルと10枚のアルバムは、すべて赤字だったそうです。とはいえ、すでに知名度は全国区で、加藤さんの写真集は、出すたびに飛ぶように売れて、おまけに、バラエティ番組やドラマへと引っ張りだこでしたから、とんでもない利益を生んだそうです。加藤玲子さんがブレイクしたことで、芸能事務所イエローキャブは大きく成長し、細川文江さんや雛形あきこさん、小池栄子さん、佐藤恵理子さんなど、次々と魅力的なアイドルを輩出しました。1995年には NHK 大河ドラマ、八代将軍吉宗の千草役も演じ、まさに事務所の大黒柱だった、加藤玲子さんですが、2001年に大きな決断をします。結婚を機に芸能界を引退したのです。この時、知らせを聞いた世の男たちは、電源を落とされたパソコンのごとく、一瞬、動かなくなったほどだったとか、その結婚相手とは、4歳年下のプロゴルファー横尾要さん。現在は解説者としてもおなじみですね。二人の馴れ初めは、あるパーティーの席上で、野田社長が、一緒に連れてきた加藤さんを、横尾さんに紹介したのがきっかけ。当時の横尾さんはイケメンで、日本のメジャー大会を制し、ツアー、
通算3勝を誇るユニ選手でしたし、年収1億5000万円あったそうですから、それだけ稼いでたら加藤さんもアクセク働かずとも良かったわけです。ところがどっこい、結婚した翌年アメリカツアーに挑戦するも振るわずに国内ツアーに復帰。2006年に5度目の国内ツアー優勝するも、2014年から年間賞金500万円を割る事態に。プロゴルファーの経費は全て自己負担で、年間で1000万円かかるのだとか。ですから生活は相当苦しくなってるはずです。そんな中、加藤玲子さんは2012年歌番組一番ソングショーをはじめ、突如芸能界に復帰しています。表向きは子供に手がかからなくなったと言いつつ、家計を助けるために復帰したというのが本音でしょう。さすが元伝説のグラドルだけあって、驚くほど劣化していなくて、端正なお顔とボディラインも維持していて素晴らしいです。また加藤さんご本人がおっしゃっていますが、娘さんはかなり可愛いらしく、アイドルデビューしているらしいのです。2003年生まれで、お名前は横尾早紀さん。2014年10月からアイドル活動をしていて、ABEX のアイドル軍団、アイドルストリートの第7期候補生の、ストリート生として加入していて、アイドルユニットで活動していたそうです。少したるめなところは、母親の面影を残すルックスでしたが、さほど人気は出なかったようで、残念ながら、2017年3月で卒業しています。ともあれ、加藤玲子さん夫婦、経済的な事情があるということですが、夫婦の間に亀裂が入ったわけでもなく、夫の横尾かなめさんとの夫婦仲は良好で、ゴルフを一緒にラウンドして、教えてもらっているそうです。加藤玲子さん、引退前には、ある有名人から、初めて、胸の大きさ、美しさでアメリカ女性に勝ったと絶賛されたこともあるのだとか。しかし本人はその大きな胸にコンプレックスを感じていたそう。そして仕事柄バカだと思われたくないと常々思っていたそうです。ですからあるバラエティ番組で司会者から質問を受けた時、考え込んでしまい何も言えなかったのを見て、野田社長が、質問された時、なんですぐに返さないんだ、と聞くと、バカだと思われるのが嫌なんです。真剣に考えて、真剣に答えようとしたら、もうカメラがいなかったんです。バラエティ向きではなかった。加藤玲子さん、性格も、好き嫌いがはっきりしていたので、嫌な仕事は一切しないタイプで、加藤さんが断った仕事は、すべて細川文江さんがやったそうです。なので、加藤さんは野田社長から、怒鳴られることもあったのだとか。それでも、加藤さんは野田社長に、全幅の信頼を置いているのだとか。仕事に対しては厳しいけど、いざという時は、矢面に立って、守ってくれるからなのだとか。2004年野田さんが社長を辞任した時、真っ先に連絡してきたのも加藤さんだったとか。まるで父と娘の関係のようですね。今も巨乳バカ一代の野田会長のサンズエンターテインメントでママタレとして活躍している加藤玲子さん、これからも頑張ってほしいですね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は何もかもがキラキラしていた90年代。その中でもひときわ輝いていた存在の加藤玲子さん。一世風靡した頃と変わらない美しさに、これからの活躍は期待されますね。応援しています。それではまた次回お会いしましょう。